沖縄県民主医療機関連合会沖縄民医連に加盟する9つの医療機関では経済的に困窮している人に対し条件を満たせば一定期間無料もしくは定額で医療が受けられる事業を行っています沖縄民医連によりますと無料定額診療事業の利用件数は新型コロナの感染拡大前の2019年度まで右肩下がりで減少していましたが 2020年度増加に転じ、昨年度も増加しました沖縄民医連では、コロナ禍で経済的に困窮し、利用件数が伸びたと見ていて、命を守るために、臆せずに早い段階で相談をしてほしいと知っています無料定額診療事業は、沖縄共同病院や中部共同病院など、県内9つの病院や診療所などで行われています。